親愛なる皆さんへ。あなたは自分の内側の光がより強く、より明るくなるにつれて、自分の世界により多くの知恵と愛がもたらされていることに気がつくでしょう。あなたは自分自身をより一層深く信頼するようになり、すべての瞬間に神の導きがあることを知るようになるでしょう。信頼とは、あなたが使えば使うほど、より大きくなるエネルギーです。筋肉が運動によって強化されるように、信頼もまた同じです。それは何かを行う力から来るものではなく、あなたの存在を通して流れるエネルギーを許容することによってもたらされるものです。信頼は深いレベルの信仰からもたらされます。あなたの存在の中核では、あなたがより高次の力で機能していることが分かっています。あなたは自分の人生をこのディバインプレゼンスに委ねることができ、そうすれば物事はポジティブな方向へと進み始めるでしょう。社会があなたに言うことが正しいかどうかよりも、あなた自身の直感にもっと耳を傾けることを学んでください。神の源とつながるあなたのハイヤーセルフの声にもっと耳を傾けることを学んでください。何が自分にとってベストなのか、あなたは心の奥底で知っているということを忘れないでください。あなたのハイヤーセルフは、あなたが尋ねる質問のすべての答えを知っています。自分自身の内なる神とつながるというこのプロセスにおいて、天使を信頼してください。天使たちは、あなたからの招待を待っている、とても素晴らしいリソースなのです。あなたの守護天使に、小さなことからでも助けを求め始めてください。そして、受け取ったガイダンスに従ってください。そうすれば、あなたを通して働く、この驚くべきエネルギーを、これまで以上に、深く信頼できるようになるでしょう。内なる慈悲と明晰さ、そして天使たちの恵みによって、あなたの人生がよりシンプルになり、日々の活動がより簡単になっていることに気がつくでしょう。この天使の恵みは、あなたの歩む一歩一歩と、あなたが発する一言一句を祝福してくれます。また、この天使の恵みは、あなたの人生の中で、その働きを許せば許すほど、より強くなっていきます。それは、あなたへの贈り物ですが、まずあなたが、求めなければなりません。そして、あなたのスピリチュアルなリソースから、利用できる良いものを、あなた自身が、オープンになり、受け取ることを、許可する必要があるのです。これらのシンプルな信頼の行いは、あなたの世界を一変させることができます。あなたは、これらのことを行うことで、神聖な恵みへの直接的なリンクが強化されるということを覚えておいてください。自分自身を信頼し、あなたを通して働いている天使のエネルギーを信頼してください。大天使ガブリエル。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。